おはようございます。今日は2020年7月8日水曜日でございます。雨と風が強いですね。はい、今日もギターのチューニングから始めたいと思います。ではでは指の練習から行いたいと思います。今日も指の順番間違えました。なんででしょうね。この苦手な指ってありますよね。ではでは2つ目の指の練習でございます。はい、2つ目でございました。ではでは趣里さんの曲で笑顔のままでという曲のコード弾きをしたいと思います。このさ、なんか反響するんだよね。なんでなんだろう。昨日から気になってるんだけど、ちょっともう一回やり直しします。Thank you.
ね、この反響したような音、昨日から気になってるんですけど、なんででしょうね。よくわかんないですね。はい、ではでは、今日は何にしようかな。マイクの練習です。マイクで歌の練習です。これでやってみましょう。ごめんなさい。ティス。今日は私の階段にしようかな。ではでは、いつもの歌の練習でございます。下手ですけど聞いてください。私の階段どこから登ればいいの、わからない、あれかな、これかな、それとも階段登らなくていいの、今のままでいいの、ここにいて、何気ない一言が傷つけること気づかない、あなたのこと私だって傷ついてるさ、このままでいいのいいのよ、許してあげる、わからないふり知らないふりしてみせるの、分かっているのにそれでもいいのよ、許せるなら私のこと知らないふり気づいてほしいの。どうもどうも、失礼いたしました。こんな感じで私の階段という曲でオリジナルですね。何気ない一言が人を傷つける、ここがねちょっとねいいかなと思いました。ではでは、今日のフラメンコの衣装、マイク外します。フラメンコの衣装、これね、黄色に紫の水玉、大小柄が入ってて、紫のフリルとこのフリルでね、これもね上下ありましてね、上はねノースリーブでね、可愛いんですよ。こんな感じでね、見えないか、どうせモザイクかけるしね、ノースリーブでございます。可愛いですよ。これはねセビジャーナスという曲にとても合いますよね。こういうのもねメルカリで売ったらって皆さんおっしゃるんだけどさ、売れないと思うんだよね。そう、ハンドメイドだからね難しいですよね。どこかの素敵なメーカーのだったら売れるかもしれないけど、ハンドメイド、あーちゃん作じゃね。まあまあそれはどうでもいいんですけど、変な雑談でございます。これはねセビジャーナスよく踊りましたね、可愛かったです。そういう時もあったんでございます、私にも。ではではでは、雑談はこの辺にいたしまして、今日も最後まで見てくださり聞いてくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。ではではまたです。